さあさ今週もやってまいりました声優ニュースのコーナー。今宵も個人的に気になったニュースを小脇に抱えてはホクホク顔で下山してまいりましたので、早速お話ししていこうと思います。それではまずこれ。宮野さん、やっぱ出てきた。時は1月の26日、稲入れ吹雪四郎やゾンビランドサガ辰巳孝太郎などでおなじみの声優、宮野守さんが、食したご飯の総合計金額を当ててゴチを狙う企画、ぐるぐる99にレギュラーとして参戦することが決定。そのハイテンションすぎる立ち居振る舞いや、ブログでのゴチ裏話などが話題性抜群とのことで、案の定話題となりました。トンマー前回のニュース動画では謎の3人目のレギュラーに対してこいつは宮野さんなのではないかと与えられたヒントから漏れ出てる謎の既視感をいろいろと加味した上でそう結論付けられていたわけですが、はい、ちゃんと宮野さんでした。あんたら声優への嗅覚エグくてくさ。そして宮野さんの栄えある1回目のゴチをご覧になった方なら言わずもがなかもしれませんが、地上波でも特にお変わりないようで、あと馴染むの早すぎるんよ。どもホルンリンクルだってもうちょっと時間置く。ちなみに宮野さんはブログにて衣装の色はどうするのか聞かれたらしく、何かと馴染みのある紫を宮野さん自らが選んだこと、ラジオにて年末ブログで何かとこのことについて匂わせていたことなどを打ち明けていたのだとか、いやんもうこんなこと言われたらまだ何かあるんじゃないかと期待してしまうじゃないの。てなわけでもはや世界一バラエティ番組が似合う声優としてどこかで殿堂入りされてそうなくらい初手から爪痕を残しまくっている声優の宮野さんですが、そんな彼をこれから毎週のごとく地上波で拝めるという事実に未だ現実味を感じられないでいる今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。地上波レギュラーで見る声優とか唯一無二の栄養素すぎて消化に困るんですけど、そんな彼の初レギュラー番組は木曜の20時からもしくは TVer で見られるので、気になった方はぜひ見てみてみてね。次、声優業をセーブし町おこしへ。時は1月の29日、オールアウトの岩清水や王室教師ハイネのブルーノなどでおなじみの声優足立優斗さん、仕事をセーブし地元茨城の町おこしのために粉骨再審している現在の彼を東洋経済オンラインが特集し話題となりました。というのも足立さんは声優として上り上司、いろんな作品でレギュラーを張る有名声優も格やというタイミングで自ら仕事をセーブするという自己決定力を発揮、体を思っての配慮か、はたまた業界に嫌気がさしたのか。がしかしその実、地元である茨城を盛り上げるためでというのが記事の大体のあらすじでして、そこでは天空を支えるアトラスがごとく一人で茨城を支えようとしている足立さんの凄すぎる行動力の一端が垣間見れちゃうのだと言います。記事のリンクは概要欄に貼っておくので、こちらも気になる方はぜひ覗いてみてみてね。次、七二次声優。久々に、時は1月の25日、七二次の立川彩香やアサルトリリーのライムなどでおなじみの声優宮瀬玲奈さんが七二次公式にて宮瀬玲奈に関しましてというお知らせを公開し話題となりました。その公式曰く7分の22のメンバーとして活動してまいりました宮瀬玲奈に関しまして、4月5日発売予定のイレブンスシングルの活動をもって7分の22から卒業させていただくことになりました。具体的な卒業時期に関しては追ってご報告いたします。残りの活動期間引き続き宮瀬玲奈の応援のほどよろしくお願いいたします。とのことで、宮瀬さんご本人は7二次に入る前からずっと持っていた大きな夢があったのだそうで、その夢を叶えるために今回卒業へと踏み切ったのだと言います。ぶっちゃけまた何かあったのかとヒヤヒヤしておりましたが、よかったは前向きな理由で、宮瀬さんのこれからを心よりお祈り申し上げるばかりにございます。最後、鈴村さん自身のラジオで声明を上げる。時は1月の24日、例の不倫騒動で騒がれております昨今、事務所社長である鈴村さんは止めていたツイッターをなんとか再開、自身の番組である鈴村健一のラジベースの冒頭では声明を公開したことで話題となりました。現在アベマでラジオのアーカイブが残っているので、詳しく知りたい方はそちらからご確認していただきたいのですが、ざっくり鈴村さんが言っていたことの要点をまとめますと、鈴村さんは不倫に関してメディアから共有されるまで知らなかった。鈴村さんは事情がどうであれ隠していた方が悪いと思っている。彼がやらかした行いについて、そしてどう今後と向き合っていくのか事務所一同考えていくつもり、事務所としても必要なことがあれば彼との対話も続けていく所存であるとのこと。鈴村さんにしては全体的にふわっふわしてるので、かなり世間に向けて言葉を選んでいるような印象。いやまだからといってズバズバ切り込んでこようものならそれはそれで引くんですけどね。それにどちらにせよ何を言おうにも反感は買ってしまうんでしょうし、板挟みの中対応を余儀なくされてる鈴村さん、ほんと大変やなぁと思わざるを得ない声優ニュースなのでした。ということで今週の声優ニュースはここまで。皆様の感想もぜひお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイ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 バーイ。